ラプンツェルは本当の自分が誰なのか気がついたのよ。 Starlight, now she's here.
んな願いも必ず叶うものなの。シンデレラもそうだった。意地悪なお母さんがお城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない、もう何も信じられるものは何もないわ。何もだって？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも来たでしょ。いやだ、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃあ、あなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビディ、バビディ、安らぎを見つけたのです。蜂蜜のためならどこでも。
美女と野獣だね。昔々、遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。